ただいまから、令和3年度献上梨選果引き渡し式の方を開催したいと思います。無限長ですが、盛り上がりに欠けるくらい。マスク取ることは厳しいですけれどもね、なかなかそういう言ったら農家さんの喜びの人でもあるだって今日3つだけこの3つを取ってくるわけですね。うん、一枚か二枚か今さっきやっぱり緊張しますよ。なんか普通にみんなに見られたらいいですね。分かって偉い人だって思ってあっちゃいまーとダメよって思うわ。生産者が一丸となられて、立派な梨の生産に苦労されたという状況を聞いておるところでございます。今年はですね、過去にない早い時期の交配に始まり、その後、順調な生育となっていましたが、しかしながらこの4月の10日11日の霜、また4月17日18日にはあられが降り、その後も高温、干ばつ、最近の長雨と、厳しい気象変動の中で梨栽培となれたようございます。特にあられにつきましては、大山町を中心に数回にわたり降り、梨に傷やあざなどがつくなど大きな被害が発生したところでございます。本年の献上梨の大山果実部の渡辺幸男さん、それから高見明久さん、それから山中幸男さん、米沢誠一さんの、4名の方によってですね、栽培の厳しい中でも、きちんと仕上げていただいた、これは長年培われた栽培技術と、献身的な作業、そして各関係者のご協力もあり、このような見事な梨をですね、栽培され窮地上へ献上できることとなりました。この取り組みが生産者の生産意欲の鼓舞と産地の活性化に結びつくことを確認しておるところでございます。結びになりましたが、献上者の4名の方をはじめ、大山果実部のますますの発展と、ご臨席の皆様方のご多幸、ご健勝をご祈念申し上げ、被災者の挨拶とさせていただきます。本日は誠におめでとうございます。
な開花の速さ、春先の現れなど異常気象に翻弄された年でございました。例年以上に丹精込めて梨の生産に努力いたしました。おかげさまで甘くておいしい梨は仕上がることができました。今回大旋回に次ぐ生産者を代表して無事献上することができて心より光栄に存じます。また感謝をいただきましたことはとても栄誉あることと感動しております。私どもがこのような喜びを得ることができたことは大旋回通の良き先輩や仲間恵まれたおかげで本当に大旋回通の関係者の皆様から心から感謝を申し上げます。今後とも一層の努力をしていく覚悟でございますので変わらぬご指導ほどよろしくお願いいたします。